皆さんこんばんは、青木誠です。ご機嫌いかがですか。ゴールデンライブステージ、今夜は人気ギタリスト渡辺和美さんの率いるカズミバンドの演奏なんですね。大いに楽しんでいただきたいと思います。9月26日東京厚生年金会館大ホールで収録ほやほやです。さて、カズミバンドはこの春ニューヨークで、東京がんじがらめのアルバムのレコーディングをいたしましたね。そして帰ってきて5月には、渡辺和美さん単独で来日したブレッカーブラザーズのグループに参加をいたしました。これはこの番組でも放送しましたね。そして6月1日から、札幌を皮切りに全国28回のコンサートツアーを行いまして、その28回目、つまり最後の締めとなるのがこの日のステージなんですね。メンバーをご紹介いたしましょう。キーボードが笹地正則、ドラムスが山木秀夫、ベースが高水健二、テナーサックスと、それからエレクトリックピアノが清水康明、ギターが渡辺和美という5人編成です。最初に聴いてまいります曲は、ちょっと長めの曲なんですけれども、カンフーとブラックストーンをメドレー。この演奏の中で渡辺和美さんが後半にですね、黄色いウクレレほどの小さなギターを持ちました。これがワイヤレスギターなんですね。そして客席へ降りて大サービスをするというアクションもなかなか素晴らしいところを聞かせてくれました。それでは聞いてまいりましょう。和美バンドの演奏です。皆さんこんばんは、和美バンドです。ずっとこの2ヶ月ぐらい日本各地を、ずっと和美バンドでツアーをして回って、今日がその打ち上げ、大盛り上げという大公演ということなんですけども、今日は最後まで、頑張ってやりたいと思います。ゆっくり楽しんでいってください。ありがとうございます。Thank you.
Thank you.
清水康明、佐々木正成、高水健二、山木亮、どうもありがとう。これはヨーロッパで最も歴史の古い大変真面目なジャズフェスティバルなんですけれども、このフェスティバルではウッドベースの伊野信義さんといってデュエットを演奏するそうです。まあ、どんな演奏か音だけでもいつか聞いてみたいって気がいたしますね。ところでこの日のステージをちょっとご紹介したいんですけれども、一番後ろに黒い幕を引きまして、天井と両サイドからライトが当たるという、あのよく真昼のように明るいステージがありますけどね、あれとはちょっと違ってちょっと驚々しいと言いましょうか、黒い感じのステージでした。そしてステージのやや奥まったところに大変背の高い山台が2つ置かれているんですね。あれ1メートルぐらいあったんじゃないでしょうか。左側の山台がキーボードの笹地正則さん、この上にはハモンドオルガン、プロフェット、ムーグ、それからクラビターっていうんですか、ギターのように横に抱えて弾く鍵盤ですね、それから CP70 なんかが置かれております。右側の山台の上にはツインベースドラムの山木秀夫さんのドラムセットがセットされて、そしてこの左右に分かれた2つの山台の横腹正面のところに左側に和美、右側にバンドという文字が浮かんでるんですね。この間にベースの高水健二さんがいるわけです。今夜ステレオでお聴きの皆さんは、ベースとドラムスが中央、キーボード笹地さんの音は右側から聞こえてまいります。ところでこの28回の全国コンサートツアーなんですけどね、初めのうちはみんなステージでおとなしかったんだそうですけれども、だんだんアクティブになりまして、28回最終日の今回はもうさっきも話しました客席に飛び降りたり、それからギターを舞台の中央に投げ出しまして、これをもう一つのギターでこすって弾くというなかなかの見せ場を見せてくれました。渡辺和美さんは真っ青なつなぎにゴーグル、そのまま空に飛んでいきそうなスタイルで演奏いたしました。パート2の曲をご紹介いたしましょう。Never Hide Your Face と東京がんじがらめです。
Thank you.
Thank you.